シエの時代、この港では美しいハロウィーンの祝祭が行われていました。人々は様々な海の仲間をモチーフにした仮装を楽しみ、海と陸が一つに溶け合う優雅で麗しい祝祭。今日、いよいよその伝説のハロウィーンが復活する時がやってきました。それでは、我が港の古き良きハロウィーンをごゆっくりとお楽しみくださいませ。
かったね、ミッキー。私は仮装しているのではない。これが本当の姿。船乗りを惑わす妖精セイレーンの末裔よ。そして我が目的は、かつてこの海を支配していた誠の王、魔王を蘇らせること。このダンスこそ、その魔王を復活させるためのダンスなのさ。ついに目覚めが始まった。皆の者、全身で力の限り踊れ。Yeah!
港のダニエラ姫はパラダイスを探す冒険に出かけました。そして嵐の中で本当に大切なものに気づき、ついに美しい島にたどり着きました。それはこの港、そうです、故郷に帰っていたのです。こここそパラダイスだと分かったダニエラ姫は改めてこの港に名前を付けました。ポルトパラディーソ。今度こそ本当のポルトパラディーソのハロウィーンの始まりだよ。
とし穴があった。そうよ、あのプルートさえ吠えなければミニーが気づくこともなかったのに。でも終わったわけではないわ。魔王はまだ眠っている、この海の中に。そうよお姉様、チャンスはまだある。この海を私たちのものにしてみせる。いつか必ず。